味噌チャーハンがいただきます。これうまいよ。味噌が効いてる。味噌が麺がもちもちだよ。うまっ。これガスやったらうまいに来る。おじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。引き続き福田さん、福田さんにも、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんかあれですね、ちょっとなんかこうお静かなというか、はい、いやもうちょっと住宅地なんで。やっぱり考えてらっしゃるんですね。考えてらっしゃるんですね。 TPO 考えなとね。さすがです。タイムプレイジオーケーションね。あ、はい、大人ですね。はい、はい、そうそう、お腹がついてきたんで。いやそうですよ、ペコペコだよね。ペコペコですよ。ペコペコですよ。ちょうちんがこれだから。餃子と味噌チャーハン。味噌チャーハンって聞かないね。聞かないですよね、うん、町中華ですね。マルゼンさん、雰囲気あるすごく、ね、雰囲気あるね。もうのれんが T シャツですから。これ珍しいですね。マルゼンさん創業55周年ですから。なんか3人なかなかもう有名だったから、お店って取れないと思うんですか。いやそんなことないですよ。僕町中華好きだから結構家の近くは行ったりしますけど。そうね、俺も来るよ。俺はねチェーン店まあ美味しいですよ。チェーン店シャッていっちゃう感じ。こういう店も近くにどっかっていうのはなかなかないですよね。そうです、そうだね。行ってみますか。はい、はい、諦めない男比江島誠、国際大会で負け続けた数10。勝ち続けたいから努力をする。諦めない男はかっこいい。チャップアップシャンプー。わー、よろしくお願いします。わー、雰囲気ある。もういい香りがしてるね。いっぱいメニューもありますけど ねえ、後ろ見るといろんなオブセンション。ほんとだ、うん、野球ですね。あ、足元龍太郎さん、もうすごっ、ひときわ達筆ですね。いや、いろんな幅広い方が、野球の方多いですね。あれ、アジア大学の野球部。学生時代か。で、学生時代にみんな食べ来てくれてて、ここにプロ行くときにみんなこう帰ってる。あ、サッカーいないですね。サッカー、サッカー初です。初ですか。わ、ありがとうございます。本当にあそこの外にやっぱり売りのね、味噌チャーハン結構珍しくないですか。ないですね。ねえ、どこ探してもないでしょ。はい、初めて聞きましたけども聞いてないもんね。聞いたことないよね。はい、本当に今年で56年目になるんですけど、はい、味噌チャーハンを始めたのはその後ですね。始めて40年ぐらいになるのかな。頼むしかないですよね。そうだね、味噌チャーハンを頼まないとね。ちなみにおすすめは何かある。おすすめはやっぱ油そばも結構なんか書いてありましたよね。油そばと味噌チャーハンがセットになったメニューなんですけど。あ、そうなんですか。それが一番人気です、ね、あ、そうなんだ。あ、これですね。自家製と肉で合わせ味噌を使ってるな。それ量結構あります。女の子も食べるくらい。女の子も食べる。あ、食べますよ。ペロッと、うん、チャーハンと油そばのセット。そうそうそう、セットは安いから。それいただきますね。じゃあそれいただこうか。はい、いきます。それでお願いします。それお願いします。セットを2つ。はい、はいはいはい、味噌もうちでブレンドして作った味噌。へえー、そうなんだ。自家製手作り合わせ味噌って感じ。ブレンド、ブレンドだ。 お父さんは考えられたんですか、それ。お味噌は。ああ、息子さんですか、お孫。いや、祖父母か。あ、孫。幸せだね、お母さん ね孫と一緒に働いてね。孫やってくれてんだね。え、無理やり。無理やりですか。でも無理やりな顔してないよ。来たのよ。無理やりな顔してないよ。僕無理やりやらせてるんですよ、2人。あ、2人は。あ、いい、いいこと言うね。いい孫さんだね。ねえ、やめたいって言ってんのに。ああ、やめるなと。 でもさ、もしやめちゃったらさ、悲しむでしょ。うん、会社勤めしてたんですけど、はい、2人がやめるって言い始めたのに無理やり来たんですよでもきついでしょ、お父さんも。きついですよ、さすがに。もう今日だってね、もう肩が上がらないんです。そうだよね。だってそう、重いでしょ。1日何十個って作ってるでしょ。そうだよね。あ、ちっちゃい頃からやっぱ食べてたんですか。もうちっちゃい頃から。2人の
子供かっていうぐらいここにいたんで、嬉しいねお母さんね、お孫さんが。それはやっぱりね思いがありますよね、すげえな、なんかいいな。うわー、あーこれが来ましたよ、これで1000円。そう、学生に優しいね、安い、ね、うまそうだな、味噌チャーハンがいただきます。なるほど、これうまいよ、味噌が効いてる、味噌が、味噌効いてる、うん、初めて食べた味噌チャーハン。じゃあいただきます。うわー本当だね、味噌がすごいよね、香ばしいよね、うん、美味しい、味噌の風味と香ばしさがちゃんとあるもんな。どうして味噌チャーハンってなったんですか、ね、ヒントは焼きおにぎり。ああ女房の実家が新潟なんですよ、はい、山菜取り行った時に昔あの彼女のお母さんが山に連れてってもらって、で一服するのに焼きおにぎり味噌つけて食べて、それを食べてて、あ、美味しいなと。そっか、焼きおにぎり味噌塗ってたので、米は新潟から仕入れてきてるんです。へえ、個人会って書いてあるもんね。本当だ、うん、でこの間の日曜日に2トン仕入れてきた。2トン、それどのぐらいでなくなっちゃうんですか。1年、1年で2トン買うの。足んないかもしれない。へえ、すごい。それ全部味噌チャーハン。味噌チャーハン用、味噌チャーハン用、全部味噌チャーハン。ここみんな味噌チャーハンとこれを食べに来てるんでしょ、基本的には。うまいよね、うまっ、すごい。だからお持ち帰りできないんですよ、あの香りが逃げちゃう、うん、そうですよ ね、 ね、そうだそうだ、なんか学生に戻った感じだな、はい、これ学生の時これ食べてたから絶対大人になっても食べたいと思うよな、間違いない。学生の時の味って忘れられないじゃん、はい、そういうとこ食べててこういう町中華ね、でもなくなってるんですよね、その店って。あ、そういうことか。学生の頃もう行ったら地元帰って、それ悲しいな。そうこうやってあるってのはありがたいルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。学生たまんねえなこれな。いや最高のセットですね、うん、うまいですか。うまい、麺がもちもちだよ、うん、うまっ、これうまいよ、めっちゃうまい、うまい、むちゃくちゃうまい。油そば、今油そばの専門店みたいにいっぱいあるけど、結構なんかいろんな薬味入ってるじゃないですか、うんうんうん、やりすぎなんだよあれ、はい本当になんか増えましたよね。やった頃なんてほとんどなかった。どれぐらいからやってるんですか。もうそれこそ味噌チャーハンより前から、前からだから。そんなにですか。結構古いですよ。めっちゃうまい。じゃあこっからプロに行ってあの学生とかはもうこれを食べて育ってるもんじゃないですか。そうですよね。味噌チャーハンと油そばでプロになったようなもんだよ。そう。それで体でできる。これ学生やったら毎日来るよ。でもこれお母さんに来たけど一人で食べれるような女性だもんな。確かにな。何なのかな、油そばが結構俺は すんなり入ったっていうか、なんかすごい食べやすかったな。こんなに重くないですもんね。さっぱり、さっぱり、ね、そう重くない、すごい食べやすいんだよ。お客さんってもうこのセット頼んだらこれだけ食べるんですか。でも一応なんかいろいろ食べて、来る前までは今日は何食べようかなって考えてたら入った途端にセット、自然にセットっつっちゃう。そうなるよね。とりあえずね、両方食べれるんだからね。そりゃそうだよね。でもなんか野菜炒めとか食べたいけどな俺、ね、一回入れたいけどな。みんなやっぱお店の前に来るまではそう考えてるんですよ。今日はこれとか食べてないからとか、のれんをくぐるともう反射的にセットになります。反射のように、もう体覚えちゃってるんでしょ。条件反射でここに行く入ってくるとセットしか言えないんだよ。
だから前園みたいに今日はちょっと変化つけるかなって思って、はい、息揚々と入ってくるけど、はい、店入るとのれくぐるとセットって言っちゃうんだよ、ね、そうだな。だって両方食べれんだわ。確かに。ああ、中とかですか。小一玉。それ中です。一玉。これ中。あ、中なんだ。特大二玉だって。それはもうアメリカンフットボールの連中が食べる。普通に食べます。食べる。普通に食べちゃう。この倍。倍。セットで両方。セットで。セットで麺と小盛りとか、セットで両方大盛りとか。セットで両方大盛り。すげえな。そりゃそうだよ、ね、学生だもんな。寮のところの学生のところとか、はい、今もうなくなっちゃって聞いちゃったんだけどさ、すげえショックでさ、うん、ないですよね。ない、なくなってる。だからゾロの話はどんどんなくなってる。そうなんですよ。だってさっきの話でここだってお孫さんが繋がなかったらもしかしたら、そうです、って話じゃん。はい、本当そう。世代交代をしなきゃいけないから、やっぱりそれをずっと続けていくのは難しいよな。だから僕もプロにショックだったよ俺。だけどそれ聞いた時、俺も一回探して行ったんですよ。だからなかった。あ、そう。プロに入って1年目九州からね、卒業生が家族連れて俺の学生時代の足跡をたどりながら来たって言ってね。でここに店来たんだ。でアパート行ったらアパートなかった。ああ。でこの 2,3 軒先は銭湯だった。お風呂今もあるんですか。今もない。ああ。俺も行ったけどなかった。唯一残ってたのここだけだっつってね。家族連れて。ああ、そういうもん。九州から出てきたんだ。そうそうそう。ね、学生にしてみるとさ、その時の思い出が蘇るからな。歌と一緒だからな。そうそうそう、全て蘇るからな、その時の思い出がな。本当やっててよかったなと思う。その瞬間やっぱそう思うでしょ。そうだよね。20年、30年経ってもしてくれます。それ嬉しいでしょ、お母さん。そうそう、だからそれは店潰せないよね。そういう人たちも帰ってくる場所なくなっちゃうもんね。やっぱり子供の頃から知ってるこのお店とかこの味をやっぱ絶やすのはっていう思いがあるんですか。まあそうですね。やっぱりなくしたくなかったし、うん、もっとこの味を、うん、いろんな人に食べてもらう。会社勤めてたのが楽だから会社にいた方がいいよって。やっぱ大変、結構大変だから。大変だから。そりゃ現場にいる人はみんなそう思うだろうな。大変ですよね。でもその反面嬉しい思いもあったんじゃないですか。半分ね、はい、嬉しいことは嬉しいんだけど、やっぱりきついからね、うん、大病してるから、はい、足に、はい、だから反対してた。空手やってたの。へー。あ、怪我かなんかね。怪我じゃないです。病気にしたんです。あ、そうなんですね。立ち仕事ですもんね。きついでしょ。いや、きついですよ。だからもう会社にね、行ってやらした方がいいよって言ったんだけど、うん、どうしてもやりたいっていう意志が固いから。だからもう最後は反対されてたんで、もう会社を辞めてからも行ってました。辞めたからよろしくねって言ったんです。もうそれはもう断れないもんね。ね確かに。まあそのぐらいの思いで来てくれたら嬉しいよな。いや嬉しいですよ。嬉しいけどさ、なんかやっぱり孫のためを思うとさ、はい、やっぱ継がせたくないのもあるじゃん、それはさ。そうですね、さ。そうですね。だから孫6人いて、はい、全員が武道家なんですよ。それは何だよ、お父さん。お父さんやってたとかじゃなくて。少しはね。おう。チームスポーツもな、めんどくさいしな。うん。そう。いや、誰もうちチームスポーツに向かなかったんですよ。ああ、なるほど。向かないよね。今日向かないよね、だとか。そうなんだ。なんで協調性がないの？自分勝手なの。ああ。でもね、サッカーやってる人みんな自分勝手ですよ。本当にお母さん。そんな表向え？ごめんごめん、勝ってた。あれ。だから難しいんですよね。でも町の中華ってやっぱそういうつながりがいいよな。そう。チェーン店はそれはないしな。ない。なんかな、ビジネス的なしな、ちょっとな。はい、うん。でも良かったですね。こういう味をちゃんとお孫さんがね。そうす、なんかそのストーリーもあっていいよね、やっぱね、はい、後継者不足で大変なとこいっぱいあるじゃないですか。そりゃ本当そうよ、その通り。ちなみに次来たら何食べます？俺ね、セットなんで俺セット。え、俺はセット。もしかしたらこっちもうちょっと多めにするかもしれない。確かに。なんだったら台でいけるかもしれないですね。これ台でいけるかもしれない、これ、はい、本当に。これに餃子つけたいですね。そりゃそうだよ、だから2人で来てもう一つ餃子だよ、これ。ですよね、このセットに餃子だよ。うん、まあ、間違いないです、それは。美味しかったですね。美味しかったです。綺麗に食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ありがとうございました。美味しかったです。美味しかったです、ありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、それめちゃくちゃ見たことない。それくらいですか。13万
ね、70年代のクラッチャック・テイラーとは39万8000所有数、43万7000シルエットいいっすね。いいっすね、うん、いやどれにしますか、どれにします